みやチャンネルへようこそ。はい、今日ご紹介する商品がこちらですね、TP リンクさんの RE605X になります。TP リンクさんいつもありがとうございます。はい、あれなんか前にそんなのやってなかったっけって思った方、いつもみやチャンネルを見ていただきありがとうございます前回3月ぐらいでしたかね、 RE505 っていう Wi-Fi 中継機、同じ Wi-Fi6 対応の Wi-Fi 中継機を、同じくね TP リンクさんから提供していただいてレビューさせていただきました。それのまあ後継モデルという感じになります。はい、で AX1800 Wi-Fi6 中継機ということで、Wi-Fi6 の説明はですね前回の505の時に、やってますので、また下に概要欄貼ってますので505の方見てみてください。はい、まあ高速でね安定してて遅延が少ないという新規格の、Wi-Fi6 でございます。うん、で、まあ、今回何が一番変わったかというと TP リンクさんのワンメッシュ、ちょっと見づらいんですけどここにねワンメッシュって書いてるんですよ、うん、これをねオンにすることによってメッシュ Wi-Fi 化できると、これ素晴らしいですね。前回それもまた TP リンクさんから紹介、商品提供いただいて、レビューさせていただきました X20 っていう、Wi-Fi のメッシュ Wi-Fi ルーター、2個セットを提供いただいて、で後日自分で1個買い足して今3つ、はい、で使ってるんですけれど、これも多分、そのメッシュ Wi-Fi にワンメッシュでぶら下げることによって中継機とはいうもののメッシュ Wi-Fi の一つとして運用させれる、ではなかろうかという感じでございます。はい、メッシュ Wi-Fi ね本当ねいいですよ。うん、これで、TP リンクさんのねメッシュ Wi-Fi じゃないや Wi-Fi どこ行った、ここだ、ワンメッシュ対応ルーター、うん、対応ルーターのファームウェアを、アップデートすると、今皆さんのお持ち、もしね TP リンクさんの、対応ルーターであれば、そのままこういうものを買うとメッシュ化できてしまうということになっているそうなので、そちらの方も、結構ねさっき見たら対応ルーターいっぱいあったので、また概要欄の方とか TP リンクさんのね、ホームページのリンクとか貼ってるので、皆さんのねルーターが対応してるかどうか確認してみてください。対応してたらねすぐアップデートすることにより、この辺を使うとねワンメッシュでねもうメッシュ Wi-Fi 化できてしまいます。素晴らしい。はい、ということでいつもながら、あ、そうそうそう、おってもう一つ思ったところがあったのよ。ここ、はい、2.4GHz がね 574Mbps、になっております。前回の505は300だったかな、どこだ、はい、300ですね。前回 2.4 はね300だったんですけども、今回はね、574と約倍近く速いスピードが一応まあ出る、仕様になっております。こういうね 2.4 のスピードも上がっていただけるとね非常に嬉しい、はい、いう感じでございます。 5GB の方は前のやつが1200、今回のが1201ということでね、まあその辺は体感することはねないと思うんですけども、 2.4 の方はね倍近く、スピードがアップしているので、もしかするとね結構体感できるんじゃないかな、スピードアップのね速さの体感ができるんじゃないかなと思っております。ということで、まあ、同梱物を見て、でいつも通り、もうアプリでサクサクっと設定して、で、まあ、使えるようにして、メッシュ Wi-Fi の一部として使えるかどうか、ワンメッシュですね、オンにできるかどうかっていうのをやってみたいと思うので、まずは中身同梱物開けていきたいと思います。はい、というわけで同梱物になります。まあ本体、おっと、それとまあ簡単設定ガイドだけですね。で、まあまあいろいろ見ていただければ設定方法が書いてますので、まあ後ほどやりますけれども、アプリを入れてやりますよという感じでございます。そして本体は逆ですね、こっちですね、はい、TP リンクさん、これアンテナです。はい、こんな感じ、よいしょ、こんな感じで強力なアンテナが2本、出ます。で横、リセットボタンとダブルピースかな、
で、シグナル、5ギガ 2.4 電源もろもろのシグナル、うん、でこっちが、ギガポート無線 LAN で後ろがコンセントという感じですね。これ隠しておきましょうか。はい、挿すだけという感じになっているので、とりあえず今延長コード持ってきてここで挿して、ですぐ親機の方に登録して、ちょっとやってってみましょう。はい、それでは設定していってみましょう。ということで説明書を見なくても多分延長コードにまず入れて、電源を入れなければならないので、まずちょっとねここに設置するわけじゃないんですけれども、ここで設置設定したいと思います。はい、電源オン。はい、まずはシグナルが光りました。それでもともと TP-Link さんのね、前回使ってます505とかでもね設定しているので、アプリを立ち上げます。はい、ということで実は RE305 と505 2つ、これぶら下がっております。でインジケーターはどうなってるでしょう。点滅してる、点滅してる、大丈夫かな。右上のプラスボタン、はい、レンジエクステンダーで LED が点滅している、していました。はい、点滅しています。接続しようとしてますので OK です。中継機を探しております。少々お待ちください。はい、ということで RE605X に接続いたしました。ということで新しいパスワードを、入力ということで、ここでパスを入力いたします。はい、ということで、パスワードを設定したら今度は 2.4GB の、Wi-Fi を接続してください。接続先の候補がなぜか3つもある。一番上かな？で、パスワードを入力してください。これはなんか最初から入っていましたので、そのまま次へ。で、5GB も、そのまま一番上。はい。ということでパスが両方とも決まってますので、次へという感じですね。で中継機の設定をしてください。はい、ここで中継機の設定をしたら適用と。で 2%3% となるので、これ 100% まで待ちます。はい、終わりました。ということで適切な場所に置いてくださいということで、適切な場所です。まあもう本当にね3メートルか4メートルのところに、メッシュ Wi-Fi の X20 があるので、まあまあ近いのでマックスでしょう。はい、でありがとうございます。設定完了です。もうね、簡単設定 の、 説明書がなくても、もうアプリ通りやっていけば説明設定ができるので、もうそのまんまやってください。はい、終了。Wi-Fi 接続します。はい、接続。はい、ということでここを見るとマイデバイス、はい、ということで3つになりました。でこれを選択して、ツールかな、ワンメッシュ。現在の、ホストルーターはワンメッシュをサポートしません。あ、残念ながら、私が今持っているルーターはメッシュ Wi-Fi なんですけども、そのメッシュ Wi-Fi にワンメッシュが対応していないということでございました。まあ、中継機としてね、もちろん使えますので、ワンメッシュ対応のルーターをお持ちの方はこれを使うと、メッシュ化できるので、ぜひお試しくださいということでございます。はい、という感じでございました。ちょっと残念だったですね。僕が今使わせてもらっているデコの X20 の方は、ワンメッシュにまだ対応していないということで、メッシュ化はできなかったんですけれども、それでも今僕持ってる505よりも 2.4GHz は、まあ倍近く速いスピードが出ているので、それちょっと取り替えて、で505はまた違うところのちょっと電波弱いところに改めて設置しようかなと思っております。はい、TP-Link さん、デコの X20 の方もアップデートでワンメッシュ対応していただけると嬉しいなと思う次第でございます。はい、ということで、まあ、今みたいに、もうアプリさえね、登録してしまえばもうサクサクとつながるので、設定はもうすぐ、できますと。でワンメッシュできなくても、もちろん中継機としてねバリバリ活躍、できますので、普通に中継機としてお考えの方も全然おすすめでございます。はい、で TP-Link さんの、対応のルーターを持っている方はアップデートでワンメッシュでね、メッシュ Wi-Fi 化もできるという感じでございます。はい、ということで、本日は RE605X
Wi-Fi6 中継機、ワンメッシュのルーターがあればワンメッシュ対応、ちなみになんですけど前に、レビューさせていただいた、RE505X の方も、見たらですねワンメッシュ対応になってました、ただスイッチはねオンオフできないんですよ、対応ルーターじゃないので、ちょっと残念という感じでございます。メッシュ Wi-Fi 増やしたかったななんかシステム上のあれなんでしょうか、メッシュ Wi-Fi 自体をメッシュ Wi-Fi でワンメッシュでこうどんどんメッシュにしていくっていうことは、できないんでしょうか、それとも今後、対応、するのかどうなのか、ちょっと動きか動向が楽しみでございますけども、もしよろしければ TP リンクさんよろしくお願いします。という感じでいつも通り、またブログの方にも、これのねアップの動画写真とかも載せてますのでブログの方も見てみてください。はい、というわけで、みやチャンネルでございました。それでは。